巨人は12日の広島戦、松田2 5対0で快勝し、首位攻防3連戦で3立て。安倍晋之助監督、45が次々と繰り出す勝負手がことごとく的中し、このカードの前まで今季わずか1勝、4敗1分け、の、鬼門、で、優勝した2020年以来4年ぶりのスイープ。早ければ13日にも優勝マジック、12、が点灯する。 写真、巨人、坂本がスマホケースに貼っている、笑う安倍、ステッカー。安倍監督が七福神の姿で書かれている。この試合で満員のスタンドが大きくどよめいたのが、8回西一二塁で末金を迎えた場面でバルドナードに変えて守護神の体勢を投入した場面。二入ではこのピンチを遠ごろに抑えて切り抜けると、9回も続投し、3人でピシャリ。 今季初となる甲斐またぎも難なく抑え切った。安倍監督は、試合中には、甲斐またぎもあるよ、と伝えていた。昨日の試合を見て、一つの死球が致命傷になることもある、とことも投げ。前日11日の同カードでは相手守護神の栗林が死球をきっかけに6失点の大乱調。逆転勝ちを拾っていただけに同じ和立ちを踏まない意志を滲ませた。腹をくくった勝負手が来たり、 きたりとハマるこの3連戦から困った時はベテランと坂本を6月以来となる2番打者に据え初戦の先制弾など3戦連続のマルチ安打2回西三塁の守備では8番菊池を申告敬遠して投手の床田との勝負を選択し無失点で切り抜けた7回1・1・3塁では2安打の坂本にこの日4ヶ月ぶりのスタメン落ちとなった丸をダイソーに起用 丸を試合に残していたことで9回にリードを5点に広げる2点本塁打が生まれている。そもそも、このカードに合わせて勝ち頭の菅野のローテーションをずらし、この日先発の戸郷も前回登板を中4日に縮めており、照順は苦手とする敵地での天王山に合わせていた。指揮官はダブルエースを投入して、何が何でも勝ちに行く姿勢を明確に打ち出し、最高の結果を導き出した。この日 25セーブ目を上げた体勢は、僕も監督の、行くぞ。っていう気持ちも感じていたんで、その勢いに乗って投げました。指揮官の着物座った采配を一気に感じている。ある選手は、こんなこと、あるんですか。全部ズバズバ当たる。ちょっと怖いくらいですよ。都立、小野の、板この3連勝を無駄にすることなく、またその日その日を勝つために頑張りたい。 と兜の王を締めた若き刀将がフルータクトからも目が離せない。片岡将